パイコインベンション、フォースセッションは、モバイルマイニングの未来についてのパネルです。はい、こんにちは。パイチューバーの八野誠でございます。今日もパイネットワークの情報をお伝えしていきます。ただいま、パイコインベンションということでね、10月の15日から29日まで、オンラインでコンベンション、ね、オンライン会議が行われております。で、10月の27日から、フォースセッションということでね、また、新しい動画がアップされています。The Future of Pi Mining と、ね、Pi、スマホでマイニングしていますけれども、こちらのね、未来について、議論しましょうということで、動画はね、今回は2つですね。1つは、Pi パネルの、まあ、イントロということで、2つ目、ね、コミュニティディスカッション。ここが、ユーザーが事前にね、自分のコメントを動画で撮って投稿したものを、いろいろ編集したもの、結構長い45分くらいですかね、ある動画がアップされましたと、はい、いうことで、ね、動画の方はまた、別途見ていただきたいんですけど、まずね、このトップ画面で、ここにね、メッセージが出ていますね。はい、こちら翻訳したものになりますけれども、10月27日、マイニングの将来に関するパイコインベンションのパネル。コアチームによるパネルの紹介とモバイルマイニングを継続するか停止するかについて話し合う代表的なパイオニア。さらに話し合うには左にスワイプしますということでね。こちら右左に、ね、スワイプすると、このイントロの動画とコミュニティディスカッションの動画ね、見れますので、ね、右左にスワイプして見てみてください。ただね、動画自体は、英語で話されているので、ちょっとね、英語がわからない方だと何言ってるかわからないということで、別途、私の方で字幕付きの動画を作りましたので、こちらをね、見ていただければと思います。まずね、この画面、今表示しているこの、ね、画面をスクリーンショット撮っていただいて、後からね、QR コードを、読み取って動画を見ていただければと思います。はい、そしてね、今回はここですね、リードモアというところをタップしますと、今回のね、内容の詳細が確認できますので、そちらの方をね、紹介していきたいと思います。はい、まずこれ、こちらの画面、まあ、またね、英語なので、それを日本語で、翻訳、Google 翻訳したものを右側に載せています。パイコンベンションの第4セッションへようこそ。これはパイパネルセッションであり、パイコアチームがディスカッションで質問を紹介し、代表的なパイオニアがこれらの質問についての見解を示します。パイパネルディスカッションはパイモバイルマイニングの未来についてです。パイの経済モデルとしてそのマイニングメカニズムの元の設計はアクセスと希少性のバランスをとることです。パイは世界で最も包括的で普及しているデジタル通貨を目指していますが、ネットワークサイズが10倍になると基本マイニングレートが半分になるマイニングメカニズムを通じてあるレベルの希少性を達成しようとしています。このメカニズムはパイの貢献に基づいてメンバーに実力主義の報酬システムも提供します。ホワイトペーパーではネットワークサイズを少なくとも1億人と指定しましたが、コアチームはモバイルマイニングを1000万のネットワークサイズのマークで続行するか停止するかについて決定を開いたままにしました。十分な情報に基づいた意思決定を行うために少なくとも次の3つの側面について確信が持てませんでした。まずネットワークの成長速度。例えば以前の半分のマイルストーンをすべて達成する速度。2番目に10メガ、こちらは1000万ですかね。1000万の時点での Pi のユーティリティとアプリケーションを含むエコシステム構築の進捗状況。3番目に1000万の時点でのメインネットの進捗状況。またこのネットワークサイズではコアチームはネットワーク全体に最適な最終決定を下すために、この質問についてメンバーからの意見を取り入れたいと考えています。コミュニティの意見は、パイオニアが参加して、
ダイニングを開始した時から導き出された少なくとも単純な合理的な動機、つまりパイオニアがマイニングしたパイの量に基づいて分割されると予測しました。ただし、さらに重要なことはパイの全体的な目標、生態系の健全性およびコミュニティ全体の利益についての推論と考慮事項を使用して意見や感情をサポートする声を大切にすることです。この目的のためにスピーカーへの申し込み、モデレーターの推奨事項、ビデオレスポンスを収集するためのビデオ調査など、コミュニティからそのような入力を求めて収集するための高度なプロセスを経て、そのような提出物の視聴と処理に多大な時間を費やしました。現在900万人を超えるパイオニアが関与しており、1000万人に近づいています。この大会ではパネル形式でこの質問を提起したいと思います。そこでは発言を申し込んでビデオレスポンスを提出した一部のボーカルパイオニアのために、よく考えられた明確で代表的なビデオを取り上げました。この現在のコアチームビデオの直後のパネルディスカッションの一部として、ここでは限られた数のビデオ応答のみを選択しましたが、コアチームは全ての提出物を監視しました。ビデオ形式で自分の考えを表現することを申請しなかった多くのパイオニアの場合は、ホーム画面のトピックのフォーラムからパネルに参加できます。一部の地域ではこの質問について特定の種類の見解を求めるキャンペーンが行われていることをよく知っています。また一部のキャンペーンでは経済的インセンティブを使用して人気のある見解を操作しています。パイオニアがネットワーク全体の全体的なメリットを念頭に置いて、誤った情報や偽情報なしに独自に個々の考えを形成できることを願っています。パイコンベンションの後、コアチームはビデオの回答に加えてトピックに書かれた回答を確認し、これらのコミュニティの見解、専門家の見解およびコアチーム自身の見解を組み込んだ分析を提供して、ネットワークサイズが1000万を超えた時にモバイルマイニングを続行または停止します。私たちは皆パイが成功することを望んでおり、コアチームは体系的かつ科学的にこの決定に最適なオプションを見つけて評価しようとしています。はい、ということでね、ここまでがメッセージの内容になります。そしてですね、このホーム画面に戻っていただいてね、右上のチャットボタンを押してください。ね、ここをタップすると、まあ、こういうね、画面に切り替わりますけど、ここにねアナウンスメントというのがありますので、こちらをタップしていただくと、まあ、こんな感じでね、最新のパイコアチームからのアナウンスが見れます。で、一番下ですね、一番下に最新のアナウンスがありますので、こちらを、まあ、日本語訳したものですけども、はい、こちらですね、パイモバイルマイニングはいつ停止する必要がありますかと、1000万人、1億人または10億人のパイオニアが関与していますか、それはなぜですかと、代表的なパイオニアがモバイルアプリでマイニングを半分にするか停止するかについて話し、ホーム画面のトピックからパネルに参加するのを見て、モバイルマイニングの将来に関するパイパネルに参加してくださいと、ね、いうメッセージが流れています。はい、なので今回の第4セッションでは、このね、いつ、まあ、マイニングを停止すべきか、ね、今は、この桁がね、1桁変わるごとに半減期といって、マイニングのスピードが半分になるようになっています。で、こちらをもともとはですね、10億人になったら、ユーザーが10億人になったら停止するということでね、仮に決めていたんですけれども、ちょっとね、1000万がいいのか、1億人がいいのか、10億人がいいのか、ね、そのタイミングを、パイオニア、要はパイネットワークに参加している皆さんから意見を聞いて、それを考慮して決めたいと、ね、パイコアチームは考えているので、なるべくですね、マイニングをやっている方、ね、
自分が今どれくらいパイを稼いでいて、その価値をね、上げるのも下げるのも、このね、いつまで、マイニング続けるかというところにも関わってきますので、ね、まあ皆さんなりのね、あなたなりの意見をお持ちであれば、ぜひね、今回このパネルに参加してください。じゃあどうやって参加するのっていうのが、手順を説明しますけれども、このね、トピックというボタン、こちらをね、タップしてください。はい。そうしますとね、こういう感じで画面が出てきます。はい。ちょっとね、英語なのでまた日本語訳つけますけれども、パイのマイニングをいつ停止するかについて意見を表明してパネルに参加してください。1000万人がいいのか、1億人がいいのか、または10億人がいいのかということで、パイオニアとその理由、ね、何人まで、何人が、何人のユーザーになったところで、マイニングをやめるべきか、ね、その理由も、まあ、書いてくださいと。また、以下の他の意見に賛成、反対しますということで、まずは、ここにね、いろんな方が、意見を述べているので、この意見に賛同しますということであれば、グッドボタンね、この意見はちょっと違うということであれば、バッドボタンね、タップしてください。ちょっとね、全部英語なので、まあ、翻訳しながらということにはなるんですけども。で、ざーっと見ていただいて、ここにね、自分の言いたい意見がないということであれば、この一番下に、自分の意見を記入することができますので、ここに記入して最後にね、この紙飛行機ボタンを押すと、このボードにね、反映されますので、まあ、基本的に入力は英語なので、まず意見があるんだけど、ちょっと英語がわからないという方はですね、Google 翻訳使って日本語でね、意見を書いて、それを英語に翻訳して、それをここに貼り付けていただければいいのかなと思います。はい。なのでね、今回はこう皆さんのね、マイニングに影響するお話なので、ぜひですね、このパネルに参加してください。ね。で、参加するやり方としては、このトピックを押していただいて、ここにね、自分の意見を記入するか、もしくはね、他の人の意見、ね、見てみて、まあ、賛成するとか、反対するとか、いうことで、このボタンをね、タップしていただければ、はい、このパネルに参加するということになりますので、ね、ぜひやってみていただけたらと思います。はい、そしてこちらね、繰り返しになりますけれども、第4セッションの動画、まあ、英語でね、お話しされているので、そちらに日本語表示、字幕をつけたものを編集しました。で、こちらの動画をね、見ていただいて、まあ、パイネットワークのマイニング、1000万人、1億人、または10億人、どこで、停止するのがいいかというね、意見を、あなたの意見を投票していただけたらと思います。ね、こちらの画面、スクリーンショット撮っていただいて、後からね、QR コード読み取っていただければ、この動画、ね、再生されますので、ぜひ参考にして、ください。はい、ということでね、今日もご視聴いただきありがとうございました。一応ね、パイネットワーク、まだまだ日本では普及が少ないということで、私の方でね、パイチューバーとして、まあ、パイに関する情報を YouTube で発信していきます。ほとんどね、パイの情報英語なので、まあ、基本的には Google 翻訳かけたものを紹介するという形で動画を作ってますので、はい、ぜひね、参考にしていただけたらと思います。で、今後もね、パイネットワークの情報、何かあるたびに、投稿していきますので、引き続きね、チェックしていただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。で、今日の動画がね、良かったよとか、役に立ったよという方はね、ぜひ、グッドボタン、いいねボタンを押していただけると大変嬉しいです。コメント欄の方にもね、コメントいただけると、はい、嬉しいです。パイネットワーク、まだ始めてない人はですね、ぜひですね、こちらの動画参照していただいて、登録してみてください。登録マニュアルと、あとパイの概要について話しています。このね、画面、スクリーンショット撮っていただいて、この QR コードからアクセスいただくと、動画が見れるようになっています。まあ、認証ですね。登録したとて、電話番号認証しなければいけないんですけれども、そこで認証がうまく取らないというトラブルが結構発生しましたので、そちらのね、対処方法についても動画を撮ってますので、それはね、こちらの動画を参照いただければと思います。で、登録も終わって、認証も終わりましたと。じゃあね、2日目以降何をやればいいのと。ね、2日目以降どういうことが起こるんですかということをまとめた動画がこちらになりますので、ぜひね、こちらの動画、登録した人はね、必ず見ていただいた方がいいと思います。結構ね、やることありますので、特に4日目ですね、4日目にやることがありますので、ぜひ見てください。
4日目と5日目ね、ここがかなり重要なので、また別のね動画を撮ってますので、4日目と5日目はね絶対見ていただきたいなと思います。6日目はまあ見ても見なくてもっていう感じなんですけどもね、こちらの動画もはい、ぜひね参考に見てくださいね。動画の URL、 このね今ご覧いただいている動画の下にね、概要欄のところに URL を貼っておきますので、そちらからアクセスしていただければと思います。ということでね、今日の動画役に立ったよということはですね、ぜひグッドボタン、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、またね、パイネットワークに関してのいろいろな情報、知っておいた方がいい情報とか、そういったことを動画ではい報告していきますので、引き続きねこのチャンネルチェックしていただけたらと思います。はい、それではハッピーパイデー。